限界を超えて日本最強の座をつかめ。 AW エキストリームマスターズプロインビテーショナル。ゲームを超えた e スポーツへ本能を極限まで刺激する、頂点の争いがここに。賞金総額100万円、またアジアへの切符4枠をかけた熾烈なバトルが繰り広げられ、8月31日から9月21日まで4週間の長い戦いがここに開幕。日本の選ばれし強豪16チームが出場し、各チームはダブルエリミネーショントーナメントにより勝敗を競います。ダブルエリミネーショントーナメント方式は従来のノックアウト方式とは異なり、各ラウンドで敗北したチームに敗者復活戦のチャンスが1回ずつ与えられる方式で、グランドファイナルは5戦中先に3勝したチームの勝利、3、4位決定戦を含む残りの対決は3戦中先に2勝したチームの勝利となります。ダブルエリミネーショントーナメントで決定した順位により、1位から4位までのチームにはバロラントアジアインビテーショナルへの参加資格が与えられます。今までバロラントでプレーしてきた全ての戦場で対決が行われ、エージェントの選択と制限によりさらに戦略的な心理戦と頭脳戦が繰り広げられます。史上初、日本初、 e スポーツ公認国際大会シリーズ AW エキストリームマスターズプロインビテーショナル。詳しい内容は大会公式 Twitter をご覧ください。バロラント日本最強チームをぜひその目で見届けよ。